お疲れ様でした。お疲れ様でした。新庄くん、いつもここにいらっしゃる田原さんが、あれ原田さんはですね、今日この後ゴゴスマで熱海から中継を予定しているということで、もうすぐさま生放送終わってまだ30秒しか経ってないすぐさま今もう新幹線のための準備に楽屋に戻りましたってことだね。今日本編見られた方分かると思いますけど、最後のお便りでね、田中さんちょっと原田さんなんか力強いですみたいなコメントで終わったじゃないですか、でなんか時間内終わったラッキーみたいな顔してましたけど誰もコメントできませんでしたすいませんでした。でみんなヒヤヒヤしてましたから、残り15秒で行くって言ったら行きますって言ったり言ったから、でただ、今日は原田さんがいないってことで3人がね、原田さんの力強いところを一人ずつ僕聞きたい。いや、いないからこそお話ができる、悪口じゃないですよ、力強い部分、原田さんの。僕はもう本当に原田さんがいるから、安心して毎週やらせてもらってますけども、新庄君。そうですね、僕が感じる原田さんの力強いところ、4歳の娘さんを片腕で持ち上げながらスマホをいじってるところ。たまにあるんですよ。仕事じゃないのプライベートな力自慢みたいな。たまになんかこうね、いろんな仕事の連絡もすぐさましなければいけない、でもお子さんもちゃんと抱えておけなければいかないっていうところで、器用にそのシーンを何度か見たことあるんですよ。しっかりされてる、ね、力強いなと思いました。あいちゃんの私4月からこのそれいいねお世話になってるんですけど、最初にもうドキドキだったんですけど、原田さんがね、もう笑顔でもう何でもいいのよっておっしゃってくれて、もし私がもしじゃない失敗したこともあるんです、そういう時も大丈夫大丈夫、みんなで番組やってるんだからっていう言葉をね毎回言ってくださるんですよ。本当に座長、本当にそうです ね、原田さんの一言言われるんです。ありがとうございます。原田さんは座長です、本当に。そうですね、さあ田中さんの最後、はい、天気のコーナーの中でこう金曜日は新庄君と愛さんが、外でこう洗濯物のコーナー少しコントしてくださるんですけれども、月曜日から木曜日はこう原田さんが出ることが多いんですよね、その時は曲に合わせてこう踊ったり、女優になって演じてくれたりするんですが、それが非常にこう天気コーナーを盛り上げてくださるっていうところで、非常にここで強さを感じています。曲のアナウンサーの枠を超えて、そうですね、ちょっと女優気取りって言い方をしたいの今の。分かんない、ごめんなさい、ね、だからなんか女優さんみたいな、違うんです、本当のその何なんですか、もうリスペクトをしたい、局のアナウンサーさんの枠を超えた、はい、なんかその独立した活動、女優気取りっていう、その絵力というか、絵力強さというか、アナウンサーさんに向かって絵力が強いってあんま褒めてない気がします。すごい、いやでも本当ね、いや、そんな原田さんが中心でね、頑張ってることで、また来週からそれいいね、よろしくどうぞ、お願いします。